どうも、カニです。はい、ということでお久しぶりでございます。はい、ということで、まあ、今回の動画なんですけども、ラブライブアクアのパーフェクトワールドの、まあ、事前物販というか、まあ、ネット通販が、まあ、行われたということで、今回ですね、買いました。はい、こちらこうですね、買いました。で、今回何を買ったかっていうと、ある商品と、あとガチャ買いました。ガチャを5個買ったんですけど、今日はこちらを開封していきたいなということで、まあ、最近ね、ちょっと僕のチャンネルにたびたび出演していただいているあの方と一緒に、まあね、ガチャを開封していきたいと思います。ということでお願いします。はい、どうも。毎日がエブリデイ、頭の中はいつも花畑、君の心も花畑、あなた岡 TV の片岡です。はい、バッチリです。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、お久しぶりです。久しぶりでもいい、久しぶりでございます。久しぶりでもいいな。まあちょくちょくね、まあ今回はガチャ開封ということで、はい、箱届いてますか？バッチリ届いております。お箱届いてますね、はい、僕先週ぐらい届いて、先週、まあ後半かで、ちょっと片岡くん ね、ちょっと届くのが遅くなってしまってね、ちょっと、はい、やっと今日マジでさっき届きましたこれ、うん、そうそう、はい、で即取るっていうね。いや、待ってた、はい、待ってた、これ一緒にやるために待ってたんですよ、ね、ありがとうございます。そう、椅子ですね、椅子。あ、そうですよ。何のね、あの偶然か、なんか別に打ち合わせしたわけでもないんですけど、あの同じタイミングでね、はい、ゲーミングチェアというものゲーミングチェアね、そう、はい、そう、ちょっとだから画面映った感じもなんかちょっと偉そうな感じ出るんですよね。YouTuber 感出てますね。それな、YouTuber 感な。ね、やっぱりこのゲーミングチェア、やっぱりちょっとこの座り心地とかね、とてもいいっすね。いいっすね。いいっすよ。いいっすよ。いいっすよね。いいっすよ。椅子だけにね。はい、ね、いいっす。椅子だけに、ね、いいっす。はい、じゃあ早速なんですけど、じゃあまあ物販のこの箱の方開けていきたいと思います。開けました。よし、バッチリ。箱のサイズ同じ？箱のサイズ同じか、まあ大体こんぐらいですね。うん、はい、同じ、同じサイズなんで、はいはい、じゃあちょっとまずチョキチョキしてもらって、はい、せーの、箱をバコーン。台本通りですね、はい、ありがとうございます。あ、一応あ、包ま、ガチャ包まれてるね。包まれてるね。ガチャ俺あれだと思ったんだよね、あのカプセルで入ってると思った。そんなわけなかった。そんなわけないか。そんなわけないか。カプセルじゃないですね。ガチャほらこんな感じで、あのね、ブラインド入ってる。おお、いや美しい。ちゃんと包装されている。片岡さん、パンフレットを買ったんですね。はい、買いました。ちょっと待ってくださいね、開きませんね。はい、出てきました。じゃじゃーん。どうですか、バコーン。おお、こちらね、バコーン。え、すげえ。いや、今回ね、綺麗だな。金ピカリンですから、美しいね。後でじっくり読みたいと思います。すごい。それいくらだっけ。2500円か3000円ぐらいだった気がする、確か。そうなんです、うん、気持ち安めかな、気持ちいつものパンフレットより安いかも。まあそうね、はい、でそして僕がガチャ以外で買ったものもこちらですね。ダダン。お、シャゼリアキスですね。みんな大好きシャゼリアキス、ね、シャゼリアキス。ダダンダン、すごいな。お、いいね。もともと多分これ単品で売るはずだったらしいけど。あ、らしいね、なんかね、タオルで合わせてってことなのかな。はい、タオルもいいっすよ。豪華、いいっすね。いや、いい。お、逆逆。シャロン、アゼリア、ギルティーキス入ってまして。いいじゃないですか。カタカナのフォントもいいね。フォントも好きですよ。いい。今ちょっとこれは首にかけてお届けしたいと思います。はい、いや、やめとこう、やっぱり。はい、まあ、これ後でね、iPhone に入れます。はい、はい、じゃあ早速、早速というかようやくガチャ開封に移りましょうか。開けていきましょうか。クラブ TV 恒例のジャグリングは行うんでしょうか。だって昔のやつ、昔のやつね。あ、昔のやつですね。あのね、昔ね、こうね、3つ開封しますって言ってね、こうやってジャグリングこうやってして、すぐやる。あの、なんかね、落としたやつは後で開けるみたいな。最後に残ったやつを開けますっていう意味不明なことしてたんですよね。これね、高校の部活の時からずっとジャグリングやってたからね、本当に。テニスボールでこうやってやる。ずっとやってた。まあまあいいでしょう。ね、やってました。懐かしい。ガチャ、今回お互い5個ですね。はい、5個買いました。トン。買いました。1個500円、5個で2500円ですね。はい、え、てかもうすでにこの時点で箱の、箱じゃないや、袋の大きさとか違くない？あ、違う。あ、違うわ。違いますね。違うよね。なんか、もうちょっとなんか。これ小さいね。これ小さくて、他のでかいって感じで。うん。俺もこっち小さくて。ほんとだ。なんかでかいんだよな。ちょっと触り心地ならちょっと大体予想もついてしまうんですが、まあ、ついちゃいましたね。じゃあまず1個目、1個目持ってください。はい、うわ、久しぶり開封、嬉しいな。いやー、いいっすね。クラブ TV さんと開封できる日が来るとはね。嬉しい限りです。いやいやいや、僕も嬉しいですよ。せーの、ドン。はい、お、これは、あれ、
あらららららなんすか、これもしかダイヤ、ダイヤさんじゃないですか、ダイヤホじゃないですかこれ、ダイヤホで、ダイヤホで、そこっちはあ、リコちゃんのこの缶バッジを、リコちゃん、ああ缶バッジを入れるやつですね。でもこれ多分このダイヤホーさんに関しては多分優勝記念のなんかちょっと特別チックなやつだと思うんですよね。そう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 、アゼリアの、でも花丸ちゃんもいただきましたけども、これよいしょ、ここのねちょっと特別仕様のやつね。だからアゼリアちょっと多いんだよね、缶バッジ。そう、他のやつより出やすい。やっぱねクラブ TV さんといえばダイヤホーですからね。ちょっとそういうとこあるな。過去の動画見ていただければ分かると思いますけど、うん、はいはいはい、ダイヤさん出がち、出がちですね。なんかちょっともう触り心地でね、ちょっとなんかもうなんかちょっと分かるね、この2つ。俺も分かる分かる。これいきますわ、はい、はい、じゃあ2つ目いきましょう。2つ目いきます、2つ目、せーの、せーの、お、はい、これは、お、お、きたー、きました、シャロン出ました。シャロンの四角、四角いやつ、四角いやつきたー、ありがとうございます。僕はこれチカちゃんですね、チカちゃんの、いいじゃないですか、あの丸いやつ、いいね。ね、ちょっともう触り心地の感じで、僕も3つ目もこのリンゴのやつですね、多分上がっちゃう感じですね。リンゴ多いな。せーの、うん、はい、お、なんだこれは、お、黒沢のルビーさんですね。ルビーさんの、ルビーさんですか、なんか手につけるやつかな、ラバーバンド、いいね、見して、お、ラバーバンド。僕はですね、あのカナンちゃんの緑、お、カナンちゃんのカナンちゃんですか、カナンちゃんのカナンちゃんですね。いいね、もうこれもおもろいな。カナンちゃんのカナンちゃんですね。カナンちゃんのカナンちゃん、いいね。よし。はい。リコちゃんギルキス、チカちゃんシャロン、カナンちゃん アゼリアで。入れ物しか出てない。出ました。中身が出てこない。僕残り2つがちょっと大きめなんですよね。お、いいね。推しが欲しい。そうね。これも幼稚化出て欲しい。よし。せーの、ドゥン。お、またルビルビのルビーですね。ルビルビのルビー、ルビルビ、ウユカワ、ウユカワ出ました。待って、これなんだ、あ、これリコちゃんだ、これリコちゃんのラバーバンドですね、これは。お、いいね、リコちゃんのラバーバンド。いや、もうラスト1個になってしまいましたよ。早いな、意外と早かったね、ここは。ちょっと俺推しが出ないわ、やばいね、そろそろ久しぶりのガチャということあって、もうちょっと、ちょっと幼稚化出さないとわかんな、そろそろいきます。5個目、はい、せーの、せーの、ドゥン、はい、ん、お、あらららら、ら、これもしかしてクラブ TV さんの推しじゃないですか、ららこちら。推しですか、まるまるのまるですね、まるちゃんじゃないですか、まるまるのまるじゃないですか、出ちゃいました。僕はですね、ピギピギのピギーですよ。ピギピギーピギピギのピギーですね。あ、さっき僕が出たやつですね、これかぶったね、こっちでは。5個でどんな感じでした、5個でこんな感じでございますと、缶バッジが3つ、はい、缶バッジ多いね。そう、ルビーちゃん、ダイヤさん、マルちゃんで、シャロンの四角いやつとルビーでございます。あ、なるほど、なるほど。え、てかね、缶バッジ3つはね、当たりですよ。あ、これ当たり、当たりというか、ね、やっぱこのガチャにおいて、うん、あ、そう、今回片岡さん初めて初ガチャなんですよ。初ガチャなんですよ。そう、なんかこうガチやるのってやっぱりほら、どこが缶バッジ目的だったりするじゃないですか。結構缶バッジを求めてみんなガチャを何周もするみたいなとかあるんで、うん、缶バッジ5個で5分の3はね、すごい当たり。おお、ありがとうございます。すごい、僕は1個なんです。まず缶バッジがね、1個ラバーバンドがリコ桜内、yes. これギルキスのやつかと思ったけどリコちゃんだった。缶バッジラバーみたいなやつが3種類、リコ、チカ、カナということで、一旦開けとく、うん、ちょっと俺、一回ちょっとこれ開けるわ。俺もちょっと上側開けとけます、うん、お、いいじゃないですか。外側にも書いてあるんですけど、こうペロッてやって、内側にもね、シャロンって書いてあって、結構いい感じなんでございますね。内側にも書いてある、なんかリバーシブル的な、内側にも、そう、リバーシブル的な感じになっておる。裏でも使えるは使えるね、うん、裏がこれですごいね、かわいい、かわいい。函館の時かな、この缶バッジは。これをちょっと入れてみたいと思います。あー、これいいね、今までにない感じ。あららららら ら、いいじゃないですか。ほら、なんか豪華になっちゃって、いいね。まあちょっとチカちゃんに花丸ちゃん入れるっていう、ちょっとぐちゃぐちゃなことしてますけども。それ腕入んなくない？え、それ入んなくない？はい、あ、マジ入るよ。え、俺きつくて入んないんだけど。いや、入んないわけないだろ。太ってんのかな。はい、いけた。ちょっときついもんだよ、ラバーは。太いね、今回めっちゃ太い気がする、うん、ハッピーパーティートレインぐらいあるわ、わかんない。あ、ちょっと待って、これがね、ハッピーパーティートレインのね、うん、あのね、物販のね、ラバーなんだけど、これやっぱり太さがハピトレと、あ、本当だ、同じぐらいです、ね、ハピトレ太い。個人的には、細い方がラバーバンド好きなんですよね。なるほど。あ、ちょっとせっかくだから、ちょっと CD も開けさせて、ちょっと。じゃあ僕もこちらちょっとね、袋取っていきます。うん、ダダンダン。次、ディスクも、お、すげえ派手派手。
あら、あらららららら、まずい。これはね、やばいよ。これやばいよ。あ、マジで。え、ちょっと俺だけに、俺だけに見して、俺だけに。ちょ、俺だけに見してよ。どうしようか、どうします？皆さん、皆さんどうします？見せてよ、見せてよ、見せてよ。ダメですよね。ダメですよ、だって人の…ダメですよね。だって、ラブライブフェスの時、人のやつ勝手に開けてますからね。間違いない。キャンだけで、キャンだけでいいから。キャンがいい？キャンだけ。キャンだけ頼む。あ、めっちゃこっちに映っちゃった。寝てる？寝てるそれ。いや、立ってる。寝てないか、うん、立ってるか。おちっみたい。あかん、これダメです。後でじっくり見ます。まあはい、ということで、まあね、まあ、ガチャはまあぼちぼちといった感じで、そうですね、まあ、パーフェクトワールドがちょっと今回中止っていう感じに一旦はなってしまってるんですけどもね、うん、なんか、まあ、わかんないですからまだ、そうですね、本当に完全に今一旦中止っていうお知らせ出ましたけど、はい、またね、いつかこの借りを返してくれるような、ね、なんか企画とかやってくれしてくれると思うんで、ラブライブの運営さんはもちろんやってくれますよ、ね、まあその辺も楽しみにしつつ、はい、まあ人生歩んでいきたいと思います。なかなか壮大ですね。いや、人生は壮大ですよ。あ、そうですね、はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。